この辺もちょっとしっかりメンテナンスしていこうと思います。はい、皆さんこんにちは、カリチャンネルのまつみです。今年もやってまいりました。私は冬は漁師として活動しているんですけれども、今2022年の10月ぐらい陽気前になります。茨城県は11月の15日から漁の解禁日になりますので、もうそろそろ準備をしていかないといけない頃合いになります。と、私たちはいつもここで罠のメンテナンスをしているんですけれども、今日は罠のメンテナンスなどをしていこうと思います。まあ、漁の準備ですね。あとはここでだいたい罠のメンテナンス、そして作ったりして、でいつもイノシシが取れると、それ今まだ前回の漁期終了から丸々半年以上経った状態で何もメンテナンスしてないので、こんな状態なんですけど、ここでイノシシを解体して、もともとおばあちゃんが住んでた場所で精肉をしてます。本当は外でこういう大ばらしするのも、まあ、いいか良くないかって言ったら良くないんだけど、大ばらしをする施設がないんですね、排水の兼ね合いもあって、まあ、なので、まあ、自分たちが食べる分ならいいでしょうということで、この屋外で大ばらしをしてます。なんて言うんだろう、私はなんかやっぱりこう漁5年やって思ったのが、やっぱり人それぞれ地域とか手持ちのカードっていうのは違うので、その中でベストを尽くせるように努力をしていこうっていう思いになりました。と、動画を見る方は私の動画をこうずっと4年5年見てくださってる方たちばかりではないので、そういった方のために簡単に説明していこうと思います。これがくくり罠ですね。と、私は基本的には自分の漁場はくくり罠をメインでイノシシを捕獲してます。これまだね、軽くメンテナンスした状態ではあるんだけれども、まだセットもしてないし、まあ、微調整が必要な状態です。くくり罠知らない人もいるから、一回どういう感じかやってみようか。そうだね。と、簡単にくくり罠の説明をしていきます。今さっきそこにベロベロベロって下げていたバネがあったじゃないですか。それをこの筒の中にギューッと押し込んでセットした状態になります。で、ここの筒の部分は基本的に土に埋めて、土のつら位置になるようにしていきます。で、そうするとここちょっと穴ぼこになってるじゃないですか。で、ここに枝とか乗せて木の葉とかで隠していくんですよ。で、今これ中はバネがパッツパツになった状態で、ここにチンチロトリガーって言うんですけれども、ここを踏まれるとこのチンチロトリガーがピッて外れて、ここのバネがバッて解放されて、その反動でここの輪っかの部分ギュッて締まって、イノシシの足、まあ、イノシシじゃなくても四つ足の動物の足を締めていく作りになってます。今これね、ちょうどセットした状態なので、やってみようと思うんですけど、半年ぶりっていうか多分もう10ヶ月ぶりぐらいなんだよね。で、こうやっぱりこのピンの部分がすごく錆びてるし、こういうのも変えていかなきゃいけないので、今日はこういったものも足りないものっていうのをチェックしていこうと思います。で、まあ、一応仮設してみたので、これを作動させてみようと思います。作動させるのはこの棒なんです。いや、懐かしい。これ多分ね、1年目か2年目に買ってたんだよね。もともとその袋なぐさ用のナイフが超使えなくて、もうそこら辺の木の棒ぐらいな威力しかなくて、なので私たちはそれを使わなくなったんですよ。で、この棒をせっかく買ったから何かに使えないかなとか言って使ってて、イノシシ捕獲した時に豚の丸焼きを想像してもらえると分かると思うんですけど、イノシシの足をここにこうやってくっつけて、4本くっつけて2人でこうこれ担いでイノシシを運んでましたね。これが今折れてるのがどこかで80キロとか60キロくらいの結構大型なイノシシを運んでた時に折れちゃったんだよね。まあ、なんか私たちは貧乏症なのでこういうのは捨てないタイプなんですけど、まあ、だいぶ脱線しましたけども、これを動物の足に見立てて罠を作動していこうと思います。獣道にこのくくり罠を仕掛けていくんですけど、パッ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 と歩いてきて、イノシシがここを踏む。くくり罠が作動するようになってます。今日やりたいことが、まあ、部品のチェックと、例えばこれ本当に3月ぐらいに終了した後に、やっぱりこうあんまりもう使ってないのですごい汚い状態、もうリアルな状態なんですけど、とまずはさっきのチンチロトリガーの部分の仕掛けってピンがあって、
ピンがあって、こうギューって圧縮された罠がそのピンと丸い輪っか、丸カンで引っかかってる状態になるんですよ。こういった細々した部品っていうのは消耗品でなくなっちゃうから、まあ、こういうのをたくさん量産しておきたいっていうのと、あとはもう丸カンがちゃんとあるかどうかのチェック。これね、これね、シャッケル6ミリ。やっぱりこう、ね、なくなってしまいがちだよね。そうだね、外してその ままにしちゃうからペランってどっか行っちゃうんだよね。なのでまあこれは、まあでもこれだけあれば今期は大丈夫かなっていう感じなので、まあこれは大丈夫だね。これのチェックと、丸カンもでもほらでも朽ちてるから、丸カンはもう買い出さなきゃいけないね。まあでも鉄だからね、ここら辺にね、もう怒ってんだよ。買い足しといた方がいいねって感じ。今回今までの経験を踏まえて、ちょっと罠の筒の部分をちょっとだけ加工したいなって思ってるので、もう私たちのくくり罠っていうのは私たちの師匠が何十年もかけて作ってきたものなので、基本的には手直しする、構造的に手直しするところっていうのはないんですよね。なのでちょっと本当に少しやりやすいように改良していこうと思います。今日やっていきたいなって思う加工なんですけれども、いつもこのくくり罠の踏み板の部分にこうポッと置いて、こうやって枝ポポポポポって乗せて、適当に乗せて、こうやって隠してるんですけど、でこの上に木の葉とか乗せて隠してるんですけれども、なんかこうやっぱりこのままだと風とか吹いてこうおななって見回りに来た時にこう罠があらわになってることとかがあるので、今日は輪っかの部分に溝を作って、この木々がパコってちゃんとはまるようにしていきたいと思います。いつも私たちこういうのも現地と調達でやってるんですけど、できればこれもまあなんか購入できるのが一番簡単かなって思ってるんだけど、まあなんかとりあえず一応やってみようと思います。どうだい？どうだい？全然まあ置きやすいかも。難しいね、この幅。さっきの大きいのでもいいのか、難しいね。だってこれこっち側の針出てたらこうやって下がるやつを阻害するもんね。どうだろうか。
これで葉っぱとかも置きやすい。うん、葉っぱとかもこうやって置きやすい。完成しました。どうですかね。一応ここに、まあ、4つ溝を作って枝を置きやすくして、さらにあの周りのバリを取ってスムーズに下に落下するように調整をしました。今年はいくつかこれでやってみて、まあ、あの設置のしやすさとか、その捕獲に影響、捕獲の効率に影響しないか、良くなってるかっていうのをちょっと実験していこうと思います。全部やっちゃうとね、分かんなくなっちゃうからね。リョーク前ね、今こんな状態なんですよね。一応まだ全部ヤスリもかけてないし、これ溝も作ってない状態なので、まあ時間ある時にちょこちょこ量産だけにしていこうと思います。やっぱりこう滑りが悪い、滑りが悪いよね。綺麗にお掃除してそのバリ取っていかないとね。これ箱罠なんですけど、いくつかね、まあ、あの箱罠も種類がありますが、私たちは基本的にはこれは自分で作ったものを今年も作っていく予定です。問題なく今まで使えていたので、まあ、なんかね、あの自分で箱罠作ることは結構賛否両論もあると思うんだけれども、まあ、お金が無限大にあるわけではないので、できるカードで工夫して捕獲をしていきたいと思います。この辺もちょっとしっかりメンテナンスしていこうと思います。と、私たちは箱罠はなんで漁期ごとに引き上げてるかっていうと、基本私たちは漁期しか狩猟行為ができないんですね。有害鳥獣駆除って言って駆除活動は私たちはできないので、年がら年中漁ができるわけではないので、まあ、一応ご迷惑にならないように箱罠は毎回引き上げてます。本当はずっとそのままそこに置いといて、漁期が終わっても扉を閉まらなくして狩猟行為ができなくして、その物がその場所にあるっていうのを鳴らしておく状態がやっぱりこういいんですけど、獲物の警戒心を解くのに。やっぱり箱罠ちょっと大きいものなので、私たちは閉まってます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、まあ、すごく本当に漁期前っていうのもあって、今からお掃除、そして部品のチェック、メンテナンス、そして、まあ、バリ掛け、あと去年使った罠などのちょっとお掃除をしていこうと思います。漁期前の、メンテナンスのご様子などをお伝えできればなと思ってこの動画を撮らせていただきました。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラムともありますので、そちらもチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。メンテナンス頑張るぞ。